古川正は、和歌山県橋本町出身の水泳選手。人間のうちらすの異名を取った。1956年メルボルンオリンピック200メートル平泳ぎ金メダリスト。1936年ベルリンオリンピック金メダリストの前畑秀子とは、同じ町内の出身であった。古川は幼い頃から木の川で水に親しみ、和歌山県立橋本高等学校在学の頃から、 頭角を表す。前旗の進めにより、平泳ぎに専念するようになった。1952年ヘルシンキオリンピックには、派遣されなかったが、同じ年に行われた全日本選手権で、ヘルシンキオリンピック第2位を上回る記録を出した。その後日本大学に進学し、水泳部に所属する。動部 OB だった、ハムロ・テから世界に勝つために潜水泳法を身につけるようアドバイスを受け、 古川は潜水のトレーニングを重ねていく。肺活量が 6000cc 以上あった古川の潜水は実に45メートルにも及ぶものであった。これにより古川は世界の第一人者となり、2年生の1955年には200メートルで世界記録を樹立した。1956年に開催されたメルボルンオリンピックの200メートル平泳ぎに出場。 古川は得意の潜水の威力を発揮し金メダルを獲得、銀メダルの吉村正宏との日本勢ワンツーフィニッシュを飾った。しかしこの直後、国際水泳連盟はルールを改正し、スタート直後とゴール前のひとかきを除いて平泳ぎでの潜水を禁止したため、古川は潜水泳法で優勝した最後のスイマーになった。大学卒業後は京都大丸に就職し、 1984年時点では、神戸大丸の外省企画課長を務めていたと当時の雑誌記事にある。退職後、古川はスイミングスクールの校長となり1981年に国際水泳伝道入りを果たした。1993年に指示報賞を受賞し、同年11月21日に肺がんのため57歳で死去した。古川は、 死の直前まで携帯用酸素ボンベを手に、プールサイドに立ち子供たちを指導した。前畑と共に、橋本市名誉市民に選ばれており、毎年故郷の橋本市では、前畑秀子、古川雅る記念水泳大会が開催されている。長男として、関西学院大学総合政策学部の古川、安志教授がいる。ありがとうございます。